しゃいませ。皆様こんばんは。元美容部員の和田さんです。いらっしゃいませ。本日もお忙しい中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。そして本日はこれもう仕上がった状態なんですけれども、先ほどプラザにてプチプラでクリスマスメイクっていうのをテーマに力を選んで、フルメイクを今回させていただきました。これ全部この顔はプチプラで作れます。今日もすっぴんからやってますのでぜひ楽しんでご覧ください。それでは本日もどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。はい、ということでですね、今回は今さっき、購入した最新のプチプラコスメでクリスマスデート向けのフルメイクをお伝えしていきたいと思います。ちょっとじゃあメイク前に一緒にちょっとこれも買ってきたんですけども、ビオデルマのピグメンビオ H2O ホワイト洗顔クレンジング水って書いてあるんですけど、これビオデルマの新しいシリーズで、メイク前に拭き取ってこう澄み渡る透明肌にこうしてくれるようなクレンジングローションですね。すごい興味が出ちゃったのが、拭き取るホワイトニングみたいな、河北さんのコラボ動画から拭き取りでしっかりやっぱりメイク前の肌を、ね、準備するっていうのはすごい重要だなと思って、結構クリアな状態になった方がやっぱりファンデーションの塗りとかもいいと思うので、一度取ってから始めていきたいと思います。取った後、まあ、ちょっと軽く整えてあげたんですけど、クリスマスデートということで、まあ、お相手は大丈夫ですよ。彼氏がいない方も、私いないから、いない方も女性らしく、作っていきたいということで、今回カラーコンタクトこちらですね。東京ブラウンでちょっと明るめのお色を使っていきたいと思います。長眼なので色を入れていきたいと思います。こんな感じですね、両方とも入れると。そして次に使っていくのが、ちょっとまず早速下地から。で、もうこれプチプラですっごい私気になってて、あ、待って、ポイントは、あ、もうなんかいろいろ言いたすぎて困っちゃう。はい、で今回クリスマスデートということなので、何が一番重要かって、やっぱり長時間冷たいね外気に当たってもガサガサ粉が吹いてるっていう感じにはやっぱりなりたくないですよね。一番下にのせる土台に関しては、最高の保湿系の美容液みたいな下地を使ってあげるといいですね。これもモイスチャーベースで、エクセルの中でも一番保湿効果が高い下地になります。ファンデーションを厚塗りじゃなくてナチュラルに見せていきたいので、この時点で一番最初から例えば BB クリームとかオールインワンのカバー力の高いものとかを使ってしまうと、一番下の層で肌に一番影響のあるところなので、そこはもうしっかりやっぱ保湿しておくのがいいですね。もうほぼスキンケアみたいな感じで、だいぶしっとり。ちょっと私はもうこのタイミングでちょっとね、まつげを上げて自分の目の最大値をね、最初の時点ちょっと見てテンションを上げておきます。クリンってカールをさせたい場合とかだったら1、2、3段階っていうのがよくおすすめなんですね。ただ、私が一番重要としてるのは自分の目の最大の幅を見つけたいっていうところで言うと、思いっきり奥まで入れて根元で3、4秒、そのまますっとやると結構カクッと上がるんですけど、あえてカクッとさせるのは、まあ、まぶたを持ち上げるためですね。その後こちらも、サナのエクセルロング&カラーブラシクランベリーっていう色味で、若干ね赤みブラウンっぽい色味だったので、下まつげたっぷり塗ってあげてウサギちゃんっぽい目元を作ろうかなと思って購入しました。上まつげも隙間前にちょっと土台として、もう下でつけた状態でやっちゃいます。びっくりするぐらいプラザにみんな真剣にさ、手元にいろんな色出して、みんななんか仲間のように思えちゃいました。この時期ってさ、みんな なんだろうね、デートかな、デート、クリスマスデート向けのフルメイク。はい、こんな感じでがっつりあげました。色すごい可愛いね。はい、そしたらですね、今
回肌作りを塗ってないように見せて、内側から肌が透けて綺麗なんだよっていう感じに見せたいので、透け感のあるところは透けさせときたいので、この下地の後は目元専用トーンアップですね、レブロンのフォトレディアイプライマープラスブライトナー。試した瞬間もう絶対目周り、口周り、くすみが気になる部分にいいと思います。フェイスメイクのカバーって私は3段階に考えてまして、1段階が今つけたこういったほぼ色がなくて保湿とか質感でカバーしてあげる、ちょっと潤って見えたりつるっとして見えたりっていう段階、クマとか若干の赤みがこれ2段階目。2段階目はどんどん塗る部分が少なくなるっていうイメージです。2段階目はこれくすみが気になる部分、目尻の暗くなっちゃう部分、これ埋めてあげると全然違ったりとかするので、この斜めにラインを引いてあげる、この点々っていうやつに関してはコンシーラーをねやっぱりつけないとカバーができないので、それ以外の色で飛ばせる部分はこのフォトレディプライマーで、薄いものはこれだけたっぷりのせても全然濃くならない、濃くならないので、例えば目の際とか口周りよく動く部分にメインでつけてあげます。で手で、ぼかしていきます。こういう皮膚が薄い部分にリキッドじゃなくて、こうファンデーションじゃなくてこういうハイライターでやっぱりカバーしてあげることでよれにくいし、薄膜でね使えるので、すごいねサラサラなので、この上からの化粧のりもねすごいいいかな。全体的に今フォトレディプライマーで、明るさで飛ばせるところだけ今飛ばして、そしてフェイスメイクがこちらがつく最後で、ロイヤルパリのこれインファリブルフルーメアコンシーラーの306番っていうすっごくぶっとめなコンシーラー、幅広い面は今下地とかハイライターとかで飛ばせたので、この辺のニキビだったりとかにトントントンって重ねていく、あとは本当にそこまで目立つねあらがない場合はフェイスラインにはリキッドファンデーションをのせない方がナチュラルに見える、あとは小鼻、ここにもファンデーションは直接はのせない、ぼかしたものをのせるとおすすめなので、こんな感じにのせまして、ちょっと見てていただきたいんですけど、結構ねトン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 ってやっていくとすぐねフィットして乾いてくれて、ファンデーションいらずこれだけで大丈夫です。でこうやってちょっと気になる部分だけにつけて、あとは例えば手に残ったもの、スポンジに残ったものとかで全体的にトントントンと、私みたいにニキビ跡とかがちょっと気になるみたいな方は本当おすすめ。今回のアイテムとかってやっぱりリキッドファンデーションと違ってコンシーラーなので、緩めではなくてトントンって叩いたら水分がふわーって蒸発してピタッて密着してくれちゃうタイプ、良くも悪くも。なのでそれをうまく使うと綺麗にカバーもできて密着してくれる。ただリキッドファンデーションと同じ要領でこうやって全部伸ばしていっちゃうとなんか乾燥しちゃう、硬いっていう風に思っちゃうので、本当に少量気になる部分にのせて指の腹全体で固定させるっていうのがいいかな。きちんと下地2つで作ってるのでカバー力とツヤの役割分担がすごいちゃんとしてる。もう楽しすぎるけど何分撮ってるんだろう。はい次、肌が白くて目元とかもスノーっぽい感じに、なんかふわっと血色感がこう出るみたいなメイクにやっぱりデートメイクってしたかったので、こんな感じをイメージして買ったんですけど、ベースできたら次はリップでちょっとこうバランスを整えます。レブロンのキスクラウドブロテッドリップカラーの002番です。かわいい。私のなんかさ感覚なんですけど、ツヤは私ね男性が好きなのは透明に限る気がしてて、わかんないですよそれは。男性どう？色ついてる唇にリップクリームのツヤが好きじゃないですか男性って。知らんよ。私は本当決めつけがあるって言われたら確かに決めつけがあるかもしれないんだけど、個人的には私が男の子だったらそう思うんですよね。デート系はねもうふんわりに限ると思う。この上にリップクリームとか足すならおすすめ。ヒントみたいなすごい染み込み感はなくて、でもちゃんと色づいてくれて、色味はの赤がすごい絶妙にねちょっとピンクっぽくてね、なんか可愛いでしょ。こんなレディーな感じで前リップに絶対リップ塗ったらどんどんテンション上がってくるんですね。ということで目元は今回はこれ私がすごい気になったキャンメイクのジュエリーシャドーベール04番をつけていきます。
これは大粒と小粒のラメが、セットになっていて、あのね、これ多分すごいバズりコスメらしくてね、もう店頭にもう在庫が結構少なかったんですね。ちょっとこういう感じでね、ラメの大きさが異なってる感じですね。一番最初に細かい方を目元、まぶたにもうアイホール全体に混ぜて、先にね、大粒の方を混ぜちゃうと結構キラキラしちゃうので、小粒をまず全体に真ん中に乗せたら、左右ですね、いつもの振り方足すときは真ん中に足していく感じ。はい、で、細かい方つけたので、次は大きい方のラメをトントントンって少しずつね、雪が降ってきたみたいな感じ、こんな感じですね。感じちょっと下まつげもメイク同じく薄くするやつの、はい、こんな感じでカラーが髪っぽい感じなので、ね、次は、チークなんですけれど もう私は絶対にデートの時はクリームチークがいいと思います。そして、今日みたいなツヤっぽいパウダーにはやっぱり相性としてツヤにはツヤ、パウダーにはパウダーっていう相性がすごくあるので、最後もこうリキッドっぽい感じで仕上げた時はこういうクリームチークでと馴染みがすごい出てきます。なるべくね、もうこの正面にちょっとね、高めに小鼻の横よりも高めの黒目下につけてあげるとあどけなさが出てくるらしいので、この辺ですね、のせる指とぼかす指はちょっと変えてあげればここまでね、強くなりそうです。わー、すごいいい感じです。で、フィクスのプレッションブローフェイシャルですね。いつも使ってるやつ。で、ちょっと軽く変えていきたいと思います。間をね、ちょっと埋めて、今回赤っぽいカラーを全体的にお顔にね、使っているので、眉毛がね、ちょっと今私毛が黒いのではっきりしてて、眉マスカラで出していきたいと思います。本当に眉毛は、隙間とかを毛流れに沿ってこの動きで入れていくだけ。このアンダーラインとか、この下のラインとかはかなり重要なので、美人線っていう意味ですね。隙間とかをちゃんと埋めてあげるだけでも、すごいオーラが出る眉毛。めっちゃいいじゃない。すごい、これ私つけまつげなしか今。そして今から使っていくのが、私アイブロウマスカラを最近ちょっと眉サロンのあのマミさんにおすすめしていただいて、ちょっと初挑戦、フーミーのマルチマスカラのナチュラルブラウンですね。色味がめっちゃ可愛くて、ブラウンにちょっとこうラメゴールドが入ってるのかな、そんなにベトっとしないのかなっていうと、オーナーのマミさんって方に聞いたら、べっとりしない立体感を作る眉マスカラのブラシの特徴ってこういう、全部同じ太さで、ちょっと太めのやつ、コルク型がいいみたいなんですね。ブラシのさ、先とかにどうしても液って溜まりやすいんだけれども、同じ太さだから、全部にカラッと液がつくんだって、本当に柔らかい。お尻の方を持って、地肌にはつけないように。それに対してふんわりつけて、反対側から、で、ちょっと動きをつけたい場合は、ちょっとこう立たせたりとかしてもね、いいみたいです。ラメも入ってるから、いい感じに強すぎず、反対側から優しくブラッシュして、あんまり寝かせすぎない感じで、コントロールしていく。で、一回につけるってよりは、それで一回じゃ乾かして、もう一回ちょっと先につけていくっていう感じで、回数分けてカラーリングして、毛先ちょっと立たせるとか、動き出すとかすると、すごい立体的になるみたいなので、これめっちゃいいんで、はい、じゃあ最後仕上げに、リーアップの、シルキーリキッドアイライナー W ロタプルーフですね、ブラウン。ポイントは、目の開けた時の一番最後のまつげの延長線上に、こういう感じで線引いちゃうんですよ。入れるとめっちゃ目が大きくなるんですよ。ちょっとこういう感じで、おたれな感じの目になるので、目尻だけ入れたら、あとは目頭にこう繋いでいくだけ。本当に細くで大丈夫です。こんな感じです。隙間は、神崎めぐみさんの隙間、ちょっと、デート行きたい。皆さんデートの予定はありますか？はい、出ました！ということで、
ちょっとね、動画用に若干濃いめには、仕上げたんですけれども、皆さんがちょっと想像しやすいように、ちょっとデート風にイメージチェンジしていきたいと思います。ということで、こんな感じで本日は、クリスマスのデートメイクをご紹介させていただきました。すべてプチプラなので、皆さんも気になるものがあったら、ぜひ試してみてください。はい、ということで、それでは本日もお忙しい中ご来店いただきまして、誠にありがとうございました。皆様のクリスマスメイクは、どんなアイテムがおすすめでしたでしょうか？おすすめでしたでしょうか？ぜひコメントにて教えてください。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンと、チャンネル登録ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店をお待ちしております。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。